自分がどう思われるかなんて気にして後ずさりをした。おせっかいって言われると思った。今何を見ていた。あなたの夢を見た。優しさにやられた。あの人の木陰で今何を見ていた。あなたの影を見た。優しさに震えた。あの腕の中でこれボッケ業さん作ってしもうたんよ。どうぞどうぞ。触れた時私は冷たくて。優しさに触れた時私は小さくて。知らぬ間に誰も一人きりじゃないんだって教えてくれているようだった。深く刻み込んだあなたの眼差し。今何を見ていた。あなたの目を見てた。優しさにやられた。全体で子供を育てる。それは一人一人がおせっかいを当たり前にしていくことなのかも。